まあ、今考えると恐ろしいよね。だって入社1年目ですよ。うん、ね、まあ年間、まあ、何十本もね、タイトル作ったり、まあ、すごいね。本当に多分相当厳しい商売やってますよ、これ。いや、これね、大体ヒールで悪役に見えんだよね、こういうとこ出てくると。波動拳皆さん、こんにちは。日本元気にする YouTuber、岡本良樹です。今日もよろしくお願いします。うっす。今日はですね、ワクワクしてます。今日ゲストを招いてですね、対談形式でやらせていただこうと思っております。ということでですね、今日は尊敬する経営者だったですね、元バンダイナムコゲームスのですね、宇野沢さんに来ていただいてます。おはようございます。おはようございます。いや、めちゃめちゃ久しぶりなんですよ。本当にめちゃめちゃ久しぶり。5、6年前にね、一回。それをめちゃくちゃ久しぶり。あ、それ久しぶりって。それ、ね、もうおじいちゃんだからね。生き返ってからね、一回会食させてもらったから。そうなんです。おじいちゃんだから、5、6年すぐ経っちゃうんですよね。あれですよ、モンストで8周年過ぎてますからね。ああ、9年目なんですよ、モンストって。はい。なんか、お世話になってたの、ついこの間のことに僕は思ってるんですが、実は結構時間が経過してるということなんです。うん、なんですが、まあ忘れてはいませんので、いろいろお世話になったことはですね。その中で、宇野沢さんが今何されてるのかとかですね、どんな方なのかっていうのは、ね、僕から説明して間違えると嫌なので、ご自身の口からですね、こうだ、ああだと。説明いただきたいなと思いました。はい、じゃあ、すでにベリーショートバージョンで、話すと止まらなくなっちゃうんで、宇野沢と申します。1981年に、おもちゃのバンダイに入社して、はい、当時、始まったばっかりのガンプラブーム。ガンプラ、はい、ガンプラが出て半年後ぐらいの新入社員で、まあそうですね、模型部に配属になるんですよ。はいはい、で、まあ、営業とかやるんですけど、まあ、とにかく作っても作ってもね、売れ切れちゃうんで、あんまり注文取るとかね、そういうことじゃなくて、ですですうん、で夜になると、CM の制作とカタログの制作みたいなのを、うん、まあ、新入社員もう一人同期で宮川ってやつがいるんですけど、はい、今実はバンダイナムコエンターテイメント、ゲームス改め、うん、あそこに今社長やってるんで、おまあ、そいつと二人で、ね、新入社員で入って、まあ、やりたいようにやらせてもらえた。というのがね、スタートで。1年目から。1年目も入って、半年ぐらいの時に、だから CM の立ち合いとか、そうそうそう、その頃ね、ドクタースランプのプラモデルもバンダイで出したんですよ。はいはいはい、で、僕はドクタースランプはまだジャンプ連載中で大好きで、なんか休みの日に自分で絵コンテ書いて、CM のコンテ家で、自分で書いて、月曜日に部長のとここういうのやりたいんだけど、つったら、お、それやる気あるならいいよって言ってね。1年目から書かせてもらえるもん。そうそうそう。絵コンテ書いて、で CM じゃお前担当しろって言うんで代理店呼んでくれた。俺も結構大きい仕事やらせてもらったつもりでいるけど、すごいっすね。そうそうそう、まあ、だから1000万とかね、2000万の制作みたいなやつに、ね、送らせてもらうし、まあ、それとあとその、ね、ガンダムって終わった後にヒットしたんですよね。はいはい、はい、放映中で実はバンダイスポンサーもアニメやってなくて、ね、違うおもちゃ屋さんがスポンサーやってた。それはそうなんです。そうなんです。1回目の放映の時に。そう、最初のやつ。そうなんです、ね。で、おもちゃが、まあ、あんな家でね、長方形みたいなおもちゃが売れる内容じゃないじゃないですか。うん、ね、で結局おもちゃ売れずに打ち切りになるんですよね、うんうんうん、で打ち切りなんだけど、でもそのマニア連中というか、まあ、当時の中学生高校生大学生から見ると、うん、ね、すごい話をやってるわけですよ、うん、で夕方にすげえすげえすげえっていうんで、大学生からブームがあって打ち切りで終わっちゃったんで、当時バンダイ その模型を作ってる工場とかね、宇宙戦艦ヤマトのプラモデル出したんで、はいはいはい、当初でね、こうね、出してくれっていうのを来始めて、で終わっちゃった番組なんだけどって権利交渉に行ったら、いいですよって言われてね、ガンプラを出したそうなんですよ。なるほど。で出て半年ぐらいの時僕らが入って、もうとにかくね、大騒ぎの時代で、ちょうどね、うこの波がガンと来てる、うん、じゃあそれ次ガンダムの次どうするのみたいな、うん、でサンライズ、当時の日本サンライズだったんですけど、次の番組に打ち合わせもしようよってんで、恐ろしき、ね、富野義行、ね、ガンダムの大監督と新社員のに、まだ入って1年経ってないの、次の番組の打ち合わせに出させてもらってんだよ。ゼータ？いやいや、じゃなくてザブングルっていう。あ、ザブングル見てた。ザブングルエールガイム団体。めちゃめちゃ見てた。上昇症。あの辺でね。めっちゃよかった、ね。どういうプラモデルを出したら売れるのかみたいなのを、工場とかね、その設計してる連中と話をしながら、間入るみたいな仕事をさせてもらってて、うん、今考えると恐ろしいよね。だって入社1年目ですよ。うんね、次の番組のやつを させてもらってたのが、まあ、始まりで、2年半ぐらい経ったところで、バンダイがビデオソフトを売る仕事を始めると、事業、はいはいはい、で、これまた同期の違う渡辺ってやつなんですけど、こいつが、ちょっとマニアで結構詳しくてさ、はいはい、で、ビデオソフトを売り始めますと。まだみんな知らないでしょうね。VHS とベータっていうのがあってですね。ね、ビデオカセットあったんですよね。ありました、ありました。大きい方とちっちゃい方みたいな ね。でもちっちゃい方が性能良かったんだけど、大きい方が勝っちゃうんですよ。そういうあれがあって、まあ、当時60分のビデオ、まあ、テレビを2話
ルパン三世のなんとかってもね、には面白いのを入れたりして、うん、9800円とか12800円で売ってるってさ、うん、もう今聞いたらびっくりしちゃうんですよね。でそういう仕事を始めるっていうんで、まああの第 2番目の社員みたいな形でそっちの部門に、うん、あの模型部2年半から突然移動になっちゃうの。模型部から生きて出られないっていう噂だったのに。その噂誰が流したんですか。ご自身。いやいや、確かにね、いろいろ歴史で聞いてみるとそうだし、あの最後その部長には、ね、敵前逃亡者とかって言われてさ。部署変わるだけで。そう。裏切り者みたいに言われたらちょっと悲しい。まあその後ね、あの逆に自分の作ったアニメのね、あのスポンサーやってもらったり、プラモデルで作ってくれたりして、そういう意味じゃすごく感謝もしてるし。敵前逃亡って言ってた人に、まあ、そう、最初ちょっと抵抗されたんだけど。最後は、本当最後、実はその方もお亡くなりになってたんだけど、ね、最後の最後はちゃんとあの、すごくあの時は悪かったってね、邪魔して、ね、うん、悪かったって。まあでもね、いい作品だったって結構褒めてもらったりした。邪魔されたんですね、じゃあ実際に。俺は知らなかったけど、本人言ったら、ね、俺は金型止めたんだと。ね。あ、そうだね。やったやつをね。やれな、あんな宇野さんやったらろくでもないって、やめろとかって言ったっていうのは後で聞いて。敵前逃亡者だから。まあ、みたいなのがあって、でやられてる映像の仕事をね、あの、まあ、あの、バンダイでエモーションっていうブランドで、うん、あの、モアイの絵が、黄色いやつにモアイが2個出てくるんですよ。僕はちっちゃい方のモアイで、あの、2人目のエモーションだっていう。まあ、でもね、バンダイビジュアルとか、今だとバンダイナムコアーツか、系の、うん、あの、アニメのタイトルのオープニングで、モアイがドドドドドドドって出てくるね。バージョンちょっと違いますけど、そうなってる。まあ、みたいなことをやって、あの、まあね、その、いわゆるオリジナルビデオアニメって、僕たちが一番最初に世界最初に、まあ、やるっていうんで、ね、ビデオのためにアニメ作ってパッケージで売るっていう、いわゆるパッケージビジネスのために、まあ、映画とかテレビと違って作るみたいなことを、まあ、まあ、当時。今で言ったらネットフリックス用のアニメ作るみたいな。作るみたいな。みたいな感じ。イメージですよね、ビデオ用ね、ビデオで何本売れるからいくらかけて作るよみたいな仕事を始めたんですよね。実写の映画もやったけど、まあ、それアニメ中心にやって。VHS とベータって言葉今日聞けたらなかったな。でしょ。で、その後ね、レーザーディスクって出てくる。もうそれも短かったね。で、そのレーザーディスクも競合で VHD ってね、ビクター系は VHD ってなったりして、うん、まあ、とにかくはね、あの、なんだろうな、その時代ね、あの、今も、それこそネットリックスとかね、話も出ましたけど、時代の流れでコンテンツのビジネスってね、入れ物とかプラットフォームがどんどん変わるんだよね。で、たまたま僕はそのね、ビデオソフトが出るときにそのビデオの仕事をさせてもらって、おもちゃ屋なのに、ね、いつ、なんでお前おもちゃ屋がアニメとか映画作ってんだとかって言われたんですけど、まあそれやらせてもらって、で、結果13年ぐらいやったかな。で、まあ途中で、まあ一通りのことを やり尽くした感があって、割と開発の責任者みたいな感じでこうやらせてもらってて。はいはい、あの、その専門家のイメージは強いですね。ああ、やっぱそうなんだ。はい、まあ、パトレーバーって作品があって、それが結構、一回ちょっとダメになる人になったのをね、こう、起死回生で行って、うんうんうん、まあ、劇場とかテレビシリーズとか、一気にやったんで、うん、まあ、自分で担当してやるのは結構やり尽くしちゃった感じがあったんで、ね、まあ、責任者なんで、すべてのタイトルの反抗して、ね、ゴーアノットをこう決める仕事が、まあ、その頃だと。いきなり責任者じゃないでしょ。その13年やってるけど、どっから責任者になってるんですか。いやでもね、責任者って結局だから最初同期の2人で始めてて、はいはい、もう一人のやつは劇場版で王立宇宙軍オネアミスの翼ってやつを、オリジナルの、あの、すぐガイナックスがね、あの、作るやつをやりたいっていうんで、うん、バンダイの映画部っていうところに、まあ、ちょっとその子会社の方に行ってビデオやってたんで、はい、まあ、こっちは金が足りないからね、無理があるだろうって言うんで、そっちにこう移動して、これってお前が初めて俺を呼んでお前いなくなっちゃうのみたいなのあって、だそこらは特に開発とか見るのは俺が責任者だったんで、はい、あの25、6か、そこかな。だからそこからずっと何を作るかについては、そこの決めてた。はい。ずっとね。で、まあ、年間、まあ、何十本もね、タイトル作ったり、まあ、すごいね。いや、もう、とにかくね、毎月なんか出してないと営業がいるから、営業やること残っちゃうんですよ。やっぱそういう影響もし。いやいや、だから作れるってもんでもないでしょ。いや、まあ、ただね、あの、後で出てくるゲームの話もそうなんですけど、うん、バンダイって中で作ってないわけですよね。アニメも制作会社さんにお願いして、じゃあこういうのやりましょうって来たやつにいいよ、悪いよとかって言いながらやるんで、うん、やるとまあいくらでもできちゃうんですよ。うん、でも、チェックするわけでしょ。いや、チェックしますよ。シナリオからチェックしていこうってですね。そう、それじゃ回らないですよね。うん、俺だと。あ、そうなんだ。いや、ずっとぺったりね、スタジオ入ってるわけじゃないんで、うん、ね、シナリオが決定校できて、コンテがね、決定校できてやったらしばらく待ってて、うん、あとはね、アフレコちょっと立ち会って、で編集したやつ見て、まあ、どうしてもダメだったらちょっとやり直してとかっていうぐらいで、うん、あとはビデオパッケージしてね、注文取ってるだけなんで。簡単そうに言うね、これ。簡単そうに言ってますけど、多分相当厳しい商売やってますよ、これ。いや、これね、大体ヒールで悪役に見えんだよね、こういうとこ出てくると。あの、パブリッシャーとかさ。怖いって言われてました。
いや、こういう顔じゃなかったんですよ。昔は髪の毛ぼわっとあって、顔3回。髪の毛の話はいい。あって、若い頃は沖田博之って言われてた。ヒロ君ってわかる。わかる、わかる。こうやってた。そうそう、ちょっと目が上がってしょ。沖田博之っていう系のやつで。いや、懐かしい名前が。原宿か何かな。竹の子族か何かの。そう、竹の子族のリーダーで。リーダーになってて。使用後だとこんな風になるんだってこともよくわかるっつうんで。でもやっぱ確かにキレッキレだった。やっぱりコアモテです。コアモテじゃないんだけど、キレキレ。キレキレ。ハッと気がついたら、バンダイとアップルが業務提携みたいな。あら。まあ結局大惨敗で。ほとんど売れず、本屋で立ち読みしてね、辞表の書き方。